Oi.久しぶりだな。話がある。ああ、兄貴に気安く話しかけんな。兄貴、失礼だろうが。あっちへ行ってな。俺はこいつに話があるんだ。兄貴に向かってこいつだと。お前らに用はねえんだ。少しの間席を外してくれ。ふざけるな。席外すのはおめえの方だろうが。 ここじゃ店に迷惑がかかる。表へ出ろ。
お前らみたいな奴がまだこの町にいたとはな。何が言いて。身の程知らずってことだ。言うじゃねえか。でもその口すぐに聞けなくしてやるぜ。やれ。すぐ倒れんじゃねえぞ。まだいけるな。もう終わりだ。お前らに恨みはねえんだ。これ以上怪我させたくねえ。うるせえ。そんなもんちらつかせたら遊びじゃ済まねえぞ。やめろ。お兄貴、お前らがかなう相手じゃねえ。しかしこいつは。店に戻ってろ。言う通りにしろ。はい。しつけがなってねえな。奴ら射程じゃねえ。兄貴兄貴と言って勝手についてくる連中だ。相変わらず若い奴からの人望はあるんだな。もう他人とつるむのはごめんだ。搭乗会に戻ってくれ。お前が必要だ。俺にとっちゃ必要のねえ場所だ。ほっといてくれ。話は姉さんから聞いた。そうか。ならなおさらだ。ほっといてくれ。そうはいかない。今は組の存亡がかかってる。搭乗会がどうなろうと俺には関係ねえ。お前は搭乗会に恩があるはずだ。今のお前があるのは組と堂島組長がいたからだろう。あんたにそんなこと言われる義理はねえ。俺はな、キリュウさん、あんただけは信用していたんだ。憧れの存在だった。けど今は違う。親父が殺されたから徐々に組はおかしくなった。今はもう体張るだけの価値はあの組に残っちゃいない。よく分かってるじゃねえか。お前の言う通り、今の搭乗会にそんな価値はない。幹部連中も金勘定ばかりして、昔の意向はなくなった。でもな、俺はまだ信じてんだよ。何をだ。風間のおやっさんや島も、そしてお前のおやっさんがいた頃の強い搭乗会、もう一度あの頃の搭乗会に戻るにはお前が必要なんだ。勝手なこと言いやがった。一年前組をめちゃくちゃにしたのはあんただろうが。そうだ。だから俺はその責任を取りに来た。何しやがる。どうだ、少しは目が覚めたか。変わんねえな。昔っから力ずくでことを動かそうとする。そうした生き方しかできなかったからな。俺も同じだ。力で来るものには力で向かっていくだけだ。
手加減はいらねえぞ。終わらせてやるよ。やろう。うん。ああ。